現在放送中のシャンフロアニメ2期の最初の山場は流行り、リュカオーンとの再戦ですが、そんなリュカオーンの討伐を目標としているのがトップクラン、ウォルフシュバルツのクランリーダーを務める女性プレイヤーで、リアルで将来的に主人公の義理の姉にあるかもしれないサイガ・ハンドレッド。ここからは彼女の実力、リアルの本性やその後などネタバレありで見ていきたいと思います。リアルの本名はサイガモモ、年齢は24歳で、ブラジャーを破壊したことがあるという脅威の G カップの持ち主、三姉妹の次女で、サイガゼロことサイガレイは妹、リュウグウイン峡谷はいとこにあたる。容姿端麗、文武両道の完璧超人で、現在は出版会社に勤めているが、よほどの業績を上げたのか若干24歳にしてそこそこの役職についている。アーサーペンシルゴンことトップモデルの天音永遠は学生時代からの友人だが、今でも仕事で関わりがある。一方サイガカ女性陣の宿命で恋愛運を全没収されており、仕事の完璧ぶりも高嶺の花扱いされる一員となっている。シャンフロを始めてすぐにその世界にのめり込み、1年以上経った今もリアルをギリギリまで削るほどにやり込んでいるが、今のところ奇跡的に有能な社会人とゲーム配人の両立に成功している。恋愛面以外仕事もゲームも有能な完璧超人だが、代償と言わんばかりにゲームと仕事にリソースを全てつぎ込んでいる関係上、生活がとんでもなくだらしがない上に女子力は皆無、食はカップヌードルになっている当たり食生活も乱れており、ゴミ箱には山積みにされたカップ麺の容器が詰め込まれているという。そんな食生活のせいでカップ麺には一加減あり、現在では昨日のインスタントラーメンがいかに店のラーメンに匹敵しているか、そしてカップ麺だからこそできる奇策邪道とも言える、フレーバーの素晴らしさを熱く語れる重度のカップラーメンオタクと化した。休日は在宅ワークしつつ新作のカップ麺レビューをしているらしい。おまけに読者アンケートを経て通販で衝動買いした謎 T シャツの上に2日くらい洗ってないジャージを着てるというとんでもない私生活ファッションが定められてしまった。サイガ3姉妹の中で一番恋愛や結婚とは縁遠い、彼女自身顔よりまず胸を見る男が嫌いである。とはいえ妹の霊が気になる相手ができたことには内心応援している。ただし当初その相手が自分が今まさに興味を示している土の子本人だとは気づいていなかった。気づいた後は妹を射止めた男がどういう人物か見極めようとしていた。そんな生活をしながらも抜群の美貌とプロポーションを維持しており、縁からは裏で嫉妬されている模様。そんな彼女だが姉であるサイガ千には頭が上がらない。てか今の自堕落な生活がバレたら説教コース確定で、3年間は実家の敷地を踏めなくなる。プレイヤーとしてのサイガハンドレッド、2つ目は勇者剣聖。シャンフロのみに注力している1作品やり込み型のプレイヤー、妹と同様のスキル、魔法、立ち回りの効果を加算ではなく乗算できる優等生タイプ。また現実で収めた剣道およびリュウグウイン流の剣術の技術も合わせて活用する。ちなみにアバターのバストサイズは現実よりかなり小さくしている。ペンシルゴンから相変わらずマイナス詐称激しいよ言われてる。凄まじいまでのシャンフロに対するモチベーションを持ち、リュカオーン討伐という目標を定めてから1年もの時間が経ってなお陰りを見せない攻略への熱意こそが彼女のプレイヤースキルとアバターを支えている。ビルドは防衛能力も備えた上に中距離も強い前衛と評される。オールレンジアタッカー、35本もの剣を使い分けて戦う。初心者の頃にリュカオーン討伐を最終目標としてウォルフシュバルツを立ち上げ、1年間ひたすら鍛え上げられたその実力は全プレイヤーの中でも総合力において最強の一角と評され、戦闘スタイルがド派手な上に映えるので大勢のフォロワーがいるとのこと。神秘はエンプレス、仲間へのバフや仲間からのバフの効果が倍増する代わりに一定時間他人からのバフを与えない、もらわないとステータスが激減する、完全なマルチプレイ特化。なんでここまで強そうなのにリュカオーンに勝てないのかは、クランメンバーが多すぎてログイン乱数でリュカオーン討伐に適した人材が確保しにくい。夜にログインするプレイヤーのほとんどが午後10時分に流れる。特に後者は副リーダーのリベリオスとその派閥が確保するウォルフシュバルツより同じ社会人の集まりである午後10時分の方が居心地いいからという理由もある。旅狼とのいざこざの裏でペンシルゴンと結託し、自身の意に沿わないサブリーダーリベリオス一派をウォルフシュバルツを任せる。
という建前で放逐。その後 SF ズーが公開したリュカオーンの出現法則および山岳から持たされた攻撃パターンの情報をもとに1ヶ月ひたすら理想の状況と味方のログイン率を待ち続け、ついに念願のリュカオーンの影の討伐に成功。ユニークシナリオ EX を進行させるために活動範囲を新大陸に広げた。その強さであるため墓守のウェザエモンや深淵のクターニットに続く長編の大ボスとして君臨することになった。リベリオス派を切り離すための茶番とはいえ、手加減するとリベリオスが気づいてしまうため本気で戦わねばならないこともあるが、主な武器やスキルについて見ていきたいと思います。聖剣エクスカリバー、ゲーム内に5種類各1本ずつしか存在しないウィッシュドウェポンの一つ。装備者の全ステータスを強化し、ピンチになると装備者をさらに強化する能力を持つユニーク中のユニーク武器とも言われる最も有名な武器であり、獲得するには強大なモンスターがバッコする高難易度ダンジョンをソロ攻略し最深部までたどり着く必要がある。ソーバントでは浮遊させずもっぱら指揮剣として使用する魔剣ナス、ペガシアス、エリア、神話の大森林に出現するレアモンスターイーティバルペガサスの核から作成することができる魔剣、武器耐久値そのものを削る武器破壊効果を持つ汎用作成可能な武器としては破格の能力だが、能力優先度が低いためより上位の優先度を持つ武器耐久値減少無効能力には無力。超猫じゃらし LV100、 プレイヤー最高峰の単野市であるイムロンが制作した極悪兵器オークションに出品されていたところを大金を投じて競り落とした。櫛のような形状をしており、攻撃命中時に最大30ヒットする食いしばり絶対殺すソード。メタネームなのは制作当時イムロンが酔っ払っていたからで、とんでも性能と化したのも酔った勢いで大量のレアアイテムをリソースとしてぶち込んだため、この剣の誕生により形状で武器の能力の方向性をある程度定められることが判明したという単野市プレイヤーたちにとって重要な一品。蒸気の通り食いしばりに対して絶大な効果を発揮するが、入手したのはよりによって食いしばりのゴンゲのような女であった。インペリアル5、インペリアルの命を冠した5本の剣の総称。戦闘時に5本全てが同じ場所に存在し、各装備者が同じ対象と敵対していた場合に効果が発動。各武器の装備者に対しその武器と対応しているステータスにバフを付与するパーティー運用するものとしてデザインされているのだが、ソーバントならば全バフ効果を1人に集約することができる。実際のところ武器性能そのものは今一つなので、ソーバント以外での運用ではネタ武器扱いされている。主に使うスキルとしてまずは聖剣の装備者のみが使用できるユニークスキル逆境覚醒。ピンチになると HP と MP 以外の全ステータスを大幅に強化し、さらに食いしばりの発動確率を 25% に上昇させる条件である。ピンチは装備者本人の自傷による HP 低下も含まれる。また食いしばりの連続発動回数に関して特に制限はない。それからアンブローク、勇者専用スキル。パーティメンバーが0人もしくは3人以上の場合、HP が0になった時に 25% の確率で最大 HP の 10% を回復して復活する。それから牽制専用魔法の装盤と、手に持つ指揮剣。浮遊させる銃剣に分かれ、所有する剣を熟練度に応じた本数だけ遠隔操作する。分かりやすく言えば GN ソードビット。この魔法で展開した剣は全て装備状態と同様の扱いとなり、各固有能力も使用することができる。銃剣の操作方式はマニュアルとオート、および両者複合と融通が効き、サイガハンドレッドは指揮剣を含めて全剣制最多の7本マニュアル操作を可能としている。栄翔の代わりに、展開した剣で陣を組むことで、本数に応じた派生魔法を使用することができる。技名宣言からの陣形成からの発動なので、宣言後に陣形成を妨害されると不発してしまう。また展開している本数と違う数の派生魔法は使用できない。弱点は本数が増えるにつれ燃費が悪化していく点と、操作方式から精神攻撃などで集中力を乱されると本来の力を発揮できなくなる点。ソーバントソロプライマルスラッシュ、剣聖への転職と同時に得得する奥義、高威力高速の飛ぶ斬撃を放つ。指揮剣としている剣の使用期間が長いほど威力が強化される。ソーバントトリオシンクロニシと銃剣2本が指揮剣と同様の動きをする。コストパフォーマンスが良いらしく、
牽制が強ジョブと言われるゆえん、双板とカルテッドクアッドデルタ、重剣3本が正三角形の陣を形成。その中心を指揮剣で突くことで三角おもり型の魔力の塊を飛ばす。双板とセプテッドセブンシンカー、重剣6本が6ススキボシの陣を形成。対象に重力をかけて行動を阻害する。レベル100オーバーのプレイヤーが全く身動きできなくなるほどの強力な拘束力を持つ。この魔法を12分に使いこなすがゆえにサイガハンドレッドはオールレンジアタッカーと化した。スタンビート、手から電撃を発生させ極小ダメージと状態異常しびれを与える。発動速度が非常に速く、おまけにしびれで相手の行動を一瞬とはいえ阻害できるので対人戦の不意打ちとして優秀な魔法。バイオレンスサンダー、サイガハンドレッドが使えるうち最高の火力を持つ魔法。指定座標に大規模な雷を落とす。他の雷魔法とぶつかった場合それを吸収する。一度指定した座標を後から変更することはできない。サイガゼロのアルマゲドンより長い詠唱文が設定されているが、あくまで通常魔法の範囲なので弱体化と引き換えに省略が可能。 MP 消費は大きく、詠唱中はソーバントが操作できず浮遊させるだけで精一杯となる。職業について、登場当初からのメイン職業は剣聖で、剣士系剣豪派生の最上位職業ユニークを除いて前衛最強職と言われる強しジョブの代表格。使用可能な武器カテゴリは剣のみ。また剣聖で習得可能な魔法はソーバントのみ。強さの屋台骨であるソーバントの運用には特化魔法職並みの MP を要求されるため、 MP をちゃんと鍛えておかないと転職してから泣きを見ることになる。使用する剣の能力によって強化を外付けすることができる点が強みだが、逆に強さが剣に依存してしまうことが欠点と言える。タイとなる剣士系魔法剣士派生の最上位職業レーチェルとの最大の差別化点は、他の魔法を習得しなくても運用可能であること。事前準備の大変さはレーチェルと大差ない。転職条件は、職業を剣豪に設定した上で剣闘大会で5回以上3位以内に入る、特殊クエストのクリア、一定以上の連動パラメータを持った直剣タイプの武器の所有。もともとは剣闘大会で10回優勝すると発生する職業クエスト、剣に捧ぐ光を試すのクリアが転職条件だったが、あまりの難易度の高さと熾烈な優勝争い、裏工作が横行したため修正が入って現在の条件となった。修正前に転職したプレイヤーたちはいずれも高い実力が保証されていることから、修正全剣聖とも呼ばれる。サイガハンドレッドも修正全剣聖の一人。本来は高火力死耐久になりがちな職業だが、サイガハンドレッドは剣の勇者の特権たる逆境覚醒による食い縛りとアンブロークンによって強引に打たれ弱さを克服している。サイガハンドレッドの剣聖ビルドは勇者剣聖と呼ばれる構築の一つ。サブ職業で魔法適性を強引にカバーすることで、従え剣と魔法とプレイヤー自身の攻撃の三位一体で制圧するというコンセプトの一気当選型。他のプレイヤーも魔法適性の高いサブ職業を設定すれば生存能力を除いて再現可能だが、必要なパラメータや装備が廃人向けすぎることが難点となっている。サイガハンドレッドが有名になり、そのド派手な戦闘スタイルが周知された結果、憧れから大量の転職希望者がいる。チニマミ勇者はウィッシュドウェポンの所有者のみが就職できるユニーク職業。発動条件は不明だが、複数回のグイ縛りを行う能力がある。勇者専用ユニークシナリオイサムマシの試練を進行することで専用装備の入手や強化を行うことができる。メイン職業にするとウィッシュドウェポンしか使えなくなる代わりに、魔法の習得適性が高まる。特定条件を満たすと隠し職業セイバースターに転職できるようになる。リアル爆乳ラスボス球技師カリでした。コメント待ちしております。ではまた。